株式会社グッドコムアセットは東京都新宿区に本社を置く不動産会社。個人投資家や不動産販売業者に東京23区の投資用マンションを販売する。2005年創業、2016年12月にジャスダック上場。2017年6月27日付で東京証券取引所第2部に市場変更。 2018年4月24日付で、東京証券取引所、第1部に指定がえ。関連会社として、株式会社グッドコム、株式会社、ルームバンクインシュは、株式会社キャピタルサポートコンサルティング、台湾や特化牧古墳有限講師、上海や伊佐岡、六味章有限講師がある。支配株主は、長島義和と長島博子、ジェノビアブランドを展開する。 個人では、地方公務員を主要顧客とし、名簿を利用したセールス電話により顧客勧誘を行う。日本の不動産を投資対象とする中国の個人投資家も顧客とする。AB、有価証券報告書第11期。エディネッツ、2017年9月9日閲覧。AB、ジェノビアブランドで投資用マンションを、 展開モーニングスター IPO レポート 2016.1121AB グミショックが響いた日本国内の新規上場7年ぶり減少のわけ2016.122610時更新産経ニュース史上変更銘柄一覧 ?httpww.jpxcojp w リスティングストックスニューなるすじ 000020p89 00あと 12、グッドコマセット CG、PDF ハットグッドコムアセット投資用ワンルーム、販売2016年11月30日日本経済、新聞長官15ページ、グッドコムアセット、増収増益2017年6月24日1時6分日本経済新聞。ありがとうございます。